シンボリルドルフは、日本の競争馬、シュボバ。日本競馬史上4頭目の中央競馬クラシック3冠馬であり、その他の GI 競争を含めると、史上初の7冠馬でもある。1984年度優秀賞年度、代表馬及び最優秀4歳、ボバ。1985年度同年度、代表馬及び最優秀5歳以上ボバ。主戦騎手は、岡部幸雄。 1987年、検証場に選出された。場名、シンボリは、場所の冠名、ルドルフは神聖ローマ帝国の皇帝ルドルフ一世に、ちなんで名付けられた。その競争成績、場名から皇帝、または七冠馬と称される。トレードマークは、機体の三日月。父パーソロンは、リーディングサイアーに二度なった名手母場。母スイートルナは、 シンボリ牧場が生産した名馬スピードシンボリの産区。スイートルナは初語としてパーソロンとの間にシンボリフレンドを生んだ。シンボリフレンドは素質があったにもかかわらず気象が悪く KO 杯スプリングハンデキャップの一生にとどまった。その後も父パーソロン、母スイートルナの産区は2頭生まれたが、やはり気象なんで耐性できなかった。 それでもシンボリ牧場の和田智広はまた、スイートルナにパーソロンを荒廃し、その結果1981年にスイートルナの4番目の3区として生まれたのがシンボリルドルーフだった。額に三日月に似た形がついているという特徴を持ち、誕生から立ち上がるまでにかかる時間がわずか20分だったという。牧場にいる頃はルナと呼ばれていた。 競争内容1983年7月23日、新潟競馬の新馬戦でデビューし、優勝した。この時のレースぶりについて、岡部は1000メートルで1600メートルの競馬を覚えさせたと述べた。新馬戦の後、シンボリ牧場で調整された、シンボリルドルフは10月上旬に、ミホトレーニングセンターへ戻り、10月29日の伊調特別を優勝した。 野平はこの時の岡部の騎乗を見て、1600メートルのレースで2400メートルの競馬をしたと語っている。3層目には、朝日杯3歳ステークスではなく11月27日の一般オープン競争が選択され、優勝した。3歳児のローテーションについて、デビュー戦について、当初、野平は騎手として岡部ではなくシンボリルドルフの兄、姉に騎乗していた。 柴田正人を予定し、北海道か秋の中山開催でのデビューを予定していた。しかし、馬の調子があまりにも良く、急遽新潟開催でのデビューが決まったため、北海道に遠征していた柴田に代わり、夏は新潟を主戦場としていた岡部が起乗することとなった。当時は期待の大きい馬が夏にデビューする場合、 北海道で行われるレースに出走するのが一般的であった。そのため新潟でデビューしたシンボリルドルフはデビュー当初はそれほど期待されていなかったのだという説がある。これに対して野平は美穂トレーニングセンターと北海道を往復することによってかかる負担を避けたかったことと芝のレースでデビューさせたかったことから新潟のレースに出走させることを決定したとしている。 また、この時のレースは芝1000メートルであったが、野平は岡部に対し、1600メートルのつもりで乗って欲しいと起乗の際に話している。朝日杯3歳ステークス不出走について、シンボリルドルフは関東の3歳チャンピオン決定戦であった朝日杯3歳ステークスに出走せず、11月27日の一般オープン競争に出走した。野平によるとこれは、 同日に開催されたジャパンカップに来場する海外の競馬関係者に日本にもこんなすごい馬がいるということを見せてやろうとのオーナーの考えに基づくものであった。競争内容1984年4歳初戦として弥生賞に出走。このレースはシン・ボリルドルフにとって3ヶ月ぶりとなり 18kg 増の馬体重で出走した。このレースではそれまで岡部が 主戦騎手を務め4連勝中であった美前二式が単勝一番人気となったがこれを一馬身4分の3差で破った。札幌賞では、弥生賞から 22kg 減の馬体重となった。前走で負った外傷による休養後、運動の遅れを取り戻すために行った強めの調教が原因だった。再び美前二式との二強対決となり、二頭に人気が、 集中しそうだったためにとうとうも単枠指定とされた。今度はシンボリルドルフが一番人気となった。シンボリルドルフは道中三番手で競馬を進め、第四コーナーでは先頭になった。直線に入ると備前二式と一騎打ちになり、シンボリルドルフは外側を走る備前二式と激しくぶつかり合い、外に車行している。しかし最後は備前二式を市橋に4分の1抑えて、 レースレコードで一巻達成。ただし、この車高で、岡部は二日間の起乗停止処分を受けている。表彰式で三巻を意識して岡部が一巻を示す一本指を指し示した。東京優秀は、備前二式との SB ダービーと呼ばれた。札幌賞に続いて揃って、短枠指定とされた二頭の連勝複式馬券は、銀行馬券と呼ばれ、今も、 投票額最高記録を維持している。しかし単焦では、オッツ1.3倍とシンボリルドルフの圧倒的一番人気だった。また回避場が続出し、当時の戦後最小頭数となる21頭でのレースとなった。レースでは、スズマッハが逃げる展開となった。シンボリルドルフが無こう正面で、岡部の交差員に反応しなかったために、競馬場は、騒然となったが、 直線に入ると自ら歯身を取り三頭を合わせで先を行く鈴マッハ富士の風雲鈴パレードを差し切り二冠達成。この出来事から岡部はルドルフに競馬を教えてもらったと語っている。無敗での二冠制覇は時の実る、児小玉以来三頭目の快挙だった。備前二式は十四着と沈んだ。ここでも岡部は表彰式で二冠を示す二本指を立てた。 ダービー後、和田は、ルドルフの海外遠征を計画。新聞などでも報道された。しかし、ルドルフが、右前足に故障を発症したことと、検疫条件が、整わなかったことが重なり、7月に、海外遠征の中止が発表された。秋初戦、故障した右肩も回復し、すっかりリフレッシュしたシンボリルドルフは、セントライト記念を、レコードタイムで優勝。そして、 三冠最後の喫下賞に挑む。道中は馬群の中断に位置し、第三コーナーではやや前の馬が壁になったものの、最後の直線で抜け出すと、外から襲いかかってきた、ゴールドウェイを4分の三馬進しりぞけ優勝。日本の中央競馬史上初の無敗でのクラシック三冠を達成する。表彰式では岡部が三冠を示す三本指を立てた。シンボリルドルフの後、 現時点で三冠馬は4頭いるが、関東馬によるクラシック三冠はシンボリルドルフを最後に出ていない。そして3000メートルの菊花賞後、中一周の強行軍でジャパンカップへと駒を進めた。前年の三冠馬ミスター・ C ・ B と史上初の三冠馬同士の対戦となった第4回ジャパンカップだったが、シンボリルドルフは下痢をするなど体調不良が大きく報道され、 中一週、4歳ということもあって、生涯最低の4番人気となった。1番人気は、前奏天皇賞を、殿からの追い込みでレコード勝ちしたミスター・ CB。2番人気は、千場ゆえに、本国英国の GI に出走できずも実力は、GI 級と言われる、ベッドタイム。3番人気は、アメリカのターフホースとしては、世界の賞金王ジョン・ヘンリーに次ぐと言われる。 マジェスティーズ・プリンスだった。しかし、レースは、ノーマークの大逃げとなった10番人気の、宝塚記念場カツラギエースが逃げ切り勝ちを収め、史上初の日本馬のジャパンカップ優勝馬となった。シンボリルドルフは終始行為につけ、生涯最高の上がりを計測するも、ベッドタイムにも及ばず3着と敗れ、連勝記録は8でストップした。初の敗戦後に迎えた、有馬記念は、 シンボリルドルフ、ミスター CB、カツラギエースが、史上初の3頭単枠指定となり、3強対決として湧いた。シンボリルドルフは、ファン投票こそミスター CB に次ぐ2位だったものの、単勝オッズ1.7倍の一番人気に支持される。岡部は、前走カツラギエースにノーマークで逃げ切られた反省から、カツラギエースをマークする競馬に徹し、ジャパンカップの再現を狙って、 大逃げを図るカツラギエースの終始2番手を追走、最後の直線で図ったように交わすと、粘るカツラギエースに庭審査をつけて、レコードタイムで優勝し、中央競馬史上初の4歳4巻を達成した。表彰式で岡部は4本指を立てた。この年7006勝3着1回で、年度代表馬に選出され、 フリーハンデも4歳ながら、前年のミスター CB の 65kg を超える、史上最高の 67kg を与えられた。ヤヨイ賞における、岡部の選択ヤヨイ賞、サツキ賞、東京優春でシンボリルドルフと対決したビゼン2式は、共同通信杯4歳 S までの4戦すべてに、岡部が起乗していた。そのため岡部がどちらに起乗するかに注目が集まったが、 微善二式陣営が強力に起乗を要請し、微善二式を管理する、鳴宮名校は岡部が初めて、クラシックを優勝した金日室を管理していたことから、微善二式に起乗するという予想が多くなされた。しかし岡部はシンボリルドルフを選択した。この時の判断について、岡部は選択するとか迷うとかそういう次元じゃなかった。問題なく、シンボリルドルフと述べている。 結果的にはシンボリ・レドルフが、ヤヨイ賞、サツキ賞、東京優勝を優勝し、岡部の選択が正しかったことが証明される形となった。サツキ賞解賞の意味中間、ヤヨイ賞のレース中に追った外賞で休養したことから、そのブランクを取り戻すべくびっしり牧場で乗り込まれたこともあり、仕上がりすぎた感のあったレドルフ。それを感じた岡部は、 野平と相談して15から15程度の軽めの追い切りにする。それでも当日の計量ではマイナス2 2ラムしかも今回は馬服をつけたままの計量だったので実際には前走から2 4ラムも体重を減らしての出走だった。そんな状況でのレコードタイムでの解消にオーナーである和田は記者会見でクラシックレースの追い切り状況を15から15に怪我。 生えた程度しかやらずに、いや、やれないでも楽勝したのですから、その強さと精神力のたくましさを認めてやるべきでしょう、と語り、ルドルフを称えた。ダービーの苦戦この年は、長期寒波と多節の影響で、芝の状態が非常に悪く、春になっても芝状態が回復しなかったために、大量の砂が入れられ、時計の出ないパワー型のババになっていた。 そのために時計が遅くなり、前残りの馬が穴を開ける傾向があった。それを反映してか、上位には、翌年イエババのエプソムカップを解消することになる、スズマッハ、ダート戦を4馬審査で落勝しているスズパレード、大型馬富士の風雲などの先行勢が入り、後ろから追い込んだ馬割るドルフだけであった。また、軽快なスピードが、心情の備前二式は、 パドックで馬っ毛を出したこともあってか14着と惨敗した。幻の海外遠征欧州の調教師や生産者と交流のあった和田は、ダービーの勝利後、ルドルフの海外遠征を計画。当初は、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスへ出走させる予定であったが、最終的に小場相手の高松グーバイを使った後、アメリカ・アーリントン競馬場のバドワイザー・ミリオンを使い、 外旋門章に挑むプランを立てた。また、管理する野平も外旋門章に挑戦したい旨を記者に語り、新聞でもシンボリルドルフは外旋門章に遠征と報じられた。しかし、7月に入りルドルフの右肩に小隅が出て、状況でも右前足を気にする素振りを見せたため、野平が馬の将来を考え遠征中止を進言合わせて、 アメリカアーリントンパーク競馬場で希望していた検益条件が認められなかったことが重なり、リドルフの米国遠征は白紙となる。そして改めて陣営からは海外遠征の中止、秋はセントライト記念から始動し、その後のローテーションは未定との発表がされた。セントライト記念圧勝の余波セントライト記念でのレコードタイムの圧勝劇にせっかく権利を取れた陣営が、 レース直後に、喫箇所への出走を辞退するという異例の事態が、起きた。セントライト記念で2着に入った、サツキショウ3着馬オンワードカメルンの日本柳、カズマ町教師は、レース後の囲み取材で、いや、いや、とても喫箇所へなんていけません。偉大な馬が一頭おりますからね。自分の力に合ったレースをこれから使っていきますと、語り、喫箇所への出走を辞退した。 また、同レース7着の桜ク,クラウンに起乗していた小島太志騎手は、あの馬は、化け物だと、兼量室で叫んだ。1985年初戦の日経賞は、単勝オッズが100円元返しであった。レースでは逃げる馬がいないので、押し出される形で先頭に立ったが、4馬審査で勝つ。岡部は手綱を持ったままであった。ミスター CB との3度目の三冠馬対決となった。 自走の天皇賞は、参考な当て前で、ミスター・ CB が、早めにスパートして先頭に立ち、初めて先輩参観馬を前に見る展開となったが、岡部が気合を入れるも、ダービー同様シンボリルドルフは先行馬を深追いせず、直線入り口で、ミスター・ CB が失速したところを楽に差し返し、同じパーソロン3区の桜街戦に2馬新1、2の差をつけ優勝した。 表彰式で岡部は5本指を立てた。その後、同年の東京優秀に優勝馬であるシリウスシンボリと共にキング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ダイヤモンド・ステークスへの海外遠征が予定された。海外遠征を控え、資金稼ぎと一部の風評があった宝塚記念に出馬投票を行ったが、レース前日の土曜日の段階で、 左肩箱により出走を取り消した。これは、シンボリ・ルドルフが、半身競馬場のずさんな芝の張り替えによって、芝が剥がれて、ダートが剥き出しになった部分で、あわや落馬化という転倒をしたことが原因である。このことに、コースの管理もできないようなところは二度と走らせんと、オーナーの和田が激行し、ニュースなどでも取り上げられた。ただしこの取り消しには別の事情もあり、 出走を取り消す前に、体調不良を察した野平と、あくまで出走させようとするシンボリ牧場上長の、桐沢との間で意見が対立し、和田が妥協して、出走を取り消すという権威があった。結局この故障により、シンボリルドルフの海外遠征は、取りやめとなり、シリウスシンボリの未踏を、和田からは引退発言も出た。秋、天皇賞は、ぶっつけ本番。 当時不利とされていた東京競馬場、芝2000メートルコースの大外17番枠となるも一番人気となった。しかしで遅れて、スタート直後は、最後方、さらにハイペースの流れとなったにもかかわらず、久しぶりでかかったのか、遅れを取り戻そうとしたのか、向こう正面で一気に行位にまで上がっていき、直線入り口では早くも、戦闘、暴走ではないかと場内は、騒然となった。 結局、直線なおも、ウィンザー・ノットラを競り落とすという、舌を巻く強さを見せたものの、ゴール前で、13番人気の副平ギャロップダイナの、大外からの強襲を受け1、2馬審査の2着に敗れた。天皇賞敗退後、馬房の中で、シンボリルドルフが悔し涙にくれたという話が、報道された。前年に負けた、ジャパンカップは悪天候の重馬場での競争であったが、 無難にこなし、ジャパンカップ史上初の一番人気での優勝馬となった。日着にも地方競馬代表のロツキータイガーが入り、同じく史上初となる日本馬のワンツーフィニッシュとなった。表彰式で岡部は六ーを示すために手を、手綱から離し、指を一本置いた。シンボリルドルフには再び海外遠征が計画され、有馬記念は日本国内でのラストランとなった。 このレースを前に調教師の野平は強い勝ち方をするよう岡部に指示をした。レースでは直線半ばでムチを2発入れて追い出しを開始すると同年の札幌賞、喫花賞の2冠を制した三保新山以下を4馬身突き放し優勝した。フジテレビの里山武志アナウンサーの実況、世界のルドルフやはり強い。3馬身4馬身日本の三保新山を話す。 日本最後の競馬、最後のゴールイン、リドルフは勝利いたしました。日本でもうやる競馬はありません。あとは世界だけ、世界の舞台でその強さをもう一度見せてください。は名文句となった。この勝利によりスピードシンボリ以来となる有馬記念連覇を達成した。ここでは岡部は七眼を示すパフォーマンスを見せなかった。この年五戦四勝二着一回で、 万票で2年連続の年度代表馬に選出された。万票での年度代表馬選出は、明治光、天ポイントに次ぐ、史上3頭目となった。故障による引退騒動と、奇跡的復活宝塚記念直前に故障したルドルフだったが、その後の回復ぶりはかんばしくないものだった。その段階で、すでに、新山と並ぶご冠馬となっていたルドルフは、引退が噂されるようになり、 7月10日にはそれを裏付けるように体調不十分による欧州遠征中止、そして同時に引退するとの和田の談話が発表された。当時、ルドルフの遠征予定に合わせ、先だって欧州修行に出ていた岡部は発表翌日にその方を聞きひどく落胆したという。原因不明の筋肉痛に苦しんでいたルドルフに対し、和田は再度の引退宣言を出しながらもなんとか、 復帰できないかと治療を続けていた。そして、夏のある日に、牧場で、市か千地の大爆地と祈る思いでやった。笹張治療が功を奏し、リドルフの体調は、回復に向かい、和田は引退宣言を撤回する。しかし、そのような状態でぶっつけで挑んだ、天皇賞は、とても万全の状態とは言えず、ギャロップダイナに惜灰。それでも管理するのひらは、競馬に絶対はないというが、 ルドルフは例外、彼には絶対があるんですと言い切った。また、オーナーであるアダは滞在していたシャンティーからの外伝で、こういうこともあるんだよ。負けるのが嫌なら使わなきゃいいんだもの。ちょっと買い食いが落ちたと言っていたけど、今度は気楽に行けるさとの談話を残した。そして、その言葉通り続くジャパンカップ有馬記念を解消した。 ジャパンカップ時の海外の評価明け4歳になって、ルドルフの気候はさらに抜けて、背中に交代したという感じで、首が一段と長くなった。まるで古いヨーロッパの名馬の絵から抜け出してきたかのような体つきだった。ジャパンカップの時も、このルドルフの馬体が外国関係者の間でひとしきり話題になった。イギリスの名手、 エスター・ピゴット騎手は、イギリスでもこれだけの馬はちょっといない。ヨーロッパに遠征した時は、ぜひ私に乗せてほしいとだに頼み込むほどで、カナダ招待馬、バウンディングアウェイのエムベンソン調教師も、こんなに素晴らしい馬は初めて見た。カナダにはいないと最大級の賛辞を送った。こうした声が外交事例でなかった証拠に、4月6日付のアメリカ最大の競馬日刊誌、 デイリーレーシングフォームではルドルフを賞金王、ジョン・ヘンリー、前年の外線文章が探すとともに同等に扱って紹介していた。8月25日に行われるバドワイザーミリオンに予備登録した243頭の名を列記した、この記事はルドルフをその中で有力馬としてクローズアップしていた。これを見た、野平も当然の扱いですよ。 ジャパンシーで外国の関係者がアルドルフを見ていますからね、と自信に満ちていたという。1986年、この年シンボリルドルフは海外遠征に旅立つことになるが、和田と野平の計画は微妙に異なるものであった。和田はまず春にアメリカ遠征に行き、それから秋にヨーロッパ遠征に行くという考えだったが、それに対して野平の計画は、 春に休養させてから秋にヨーロッパ遠征に行くというものだった。この点をめぐって和田と野平の間に確執が起こり、結局、和田の計画が実行されるも遠征に、野平旧社の関係者は帯同せず、距離から何からを現地のスタッフに任せる事態となった。また国外線に和田は野平を招待せず、やむなく、野平は一般観戦ツアーに参加する形で現地へ移動した。 シンボリルドルフはまずサンダーにた競馬場のサンルイレーステークスに出走し、次にサンフアンカピストラーのインビテーショナルハンデキャップに出走する予定だった。しかし迎えたサンルイレーステークスではデファーの6着に敗れた。コースの特徴でもあるダートコースを横切る場所で左前足つなぎ人体へを発症したことが敗戦の理由とされ、 その日のテレビでは NHK をはじめ各局がニュースなどでシンボリルドルフの故障、配線を報じた。岡部はレース直前の調教でシンボリルドルフの異変を察し陣営にレース回避を進言したが聞き入れられることはなかった。なおシンボリルドルフの3つの配線はすべて左回りコースの競馬場でのものである。そして帰国後。 海外再挑戦が検討されるも、最終的には引退となり、12月7日には、中山競馬場で引退式が行われた。シンボリルドルフは、7の番号と王冠のマークが描かれた絶剣をつけて、姿を表した。この絶剣は7冠をイメージしたものだった。種ボバ引退後のシンボリルドルフ。2009年9月20日撮影シンボリルドルフは、公開入札という広く、 株主を募集する手法で10億円のシンジケートが組まれ、北海道門別町のシンボリ牧場で種ぼば生活に入った。1世代目の産区が1990年にデビューし、その中から GI4 章の二冠馬東海帝王を出した。この東海帝王により不死二大連続の無敗での、サツき賞、東京優秀の二冠制覇を達成した。二世代目の3区からも四歳品馬特別。 東京新聞俳優賞の共和宝石や、ステイヤーズ・ステークス優勝、宝塚記念2着のアイルトン・シンボリ、フランスの重賞で2着に入ったジャムシードを輩出した。1994年には、アイルトン・シンボリらの活躍により生涯の最高位となる、守護場ランキング6位に入った。その後中央競馬の重賞場を出せないでいたが、1999年に、 鶴丸強が朝日チャレンジカップ京都大賞店に優勝した。2000年に行われた20世紀の名馬大投票で22,521票を獲得し6位に選出された。1位は成田ブライアンで得票は37,798票だった。また雑誌ナンバーで行われた競馬関係者による20世紀の名馬アンケートでは新山に次ぐ2位に選ばれた。 2004年をもって種ボバを引退後は、日高町のシンボリ牧場で功労馬として、余生を過ごした。また、同年8月には、JRA ゴールデンジュビリーキャンペーンの名馬メモリアル競争として、シンボリルドルフメモリアルが初出走を果たした、新潟競馬場にて施行された。29歳となった2010年1月に、冬の北海道の寒さは、厳しいという配慮で、 23年間繋ぎをされていた、富川のシンボリ牧場から千葉のシンボリ牧場に移動した、第30回ジャパンカップでのパドック展示。2010年11月28日撮影2010年11月28日には、ジャパンカップが第30回を迎えたことを記念して、東京競馬場でのパドック展示が行われ、引退式来24年ぶりに競馬場へ輸送され、 若々しい馬体をファンに披露した。なお、この年のジャパンカップはブエナビスタが一着、入選しており、勝てば、自身と、東海帝王以来2例目の父子制覇となる、はずだったが、皮肉にもブエナビスタは講着処分を受け、繰り上がりで、ローズキングダムの優勝という結果になった。二0 1年十月四日、つなぎお先の千葉シンボリ牧場にて死亡した。バレエ三十歳。 日本中央競馬会では10月8日のペルセウスステークスとオパールステークスがシンボリルドルフ追悼競争との副題を付し追悼競争が施された。また各競馬場ウィンズには基調台が設置され東京競馬場と京都競馬場において追悼写真展が行われた。その年オルフェイブルが3冠を達成している。2年後には 後継守護場である東海帝王も死亡した。栗山元無によると、三区は神経質で激しい気象を持ち、成長力のある中距離で活躍する傾向、ありタフな馬場に強いと分析している。シンボリルドルフといえば、ルドルフ戦法とも呼ばれた行為抜け出型の典型と思われているが、実際には日経賞での逃げ切り、ダービーでの差し切りなど多様性に富んでいる。 主戦騎手であった岡部も著書の中で平均的な勝ちパターンとすれば行為抜け出型だが、ルドルフは自在性も多様性も持っている。その気になれば、天からの大逃げも、最後肩からのごぼう抜きもできるんだ。けれども、欧州競馬に浸水している和田氏や野平氏の考えに、沿って欧州型の行為抜け出のパターンを取っていると述べている。 主戦機種であった岡部は引退ゴルドルフが左利きであったことを明かし、束が我慢できずに手前を変えるところでも手前を変えずに我慢できるのでタイムロスやスタミナの消耗が少ない。また、手前の変えも非常にスムーズであったとコーナリングの上手さがルドルフの強さを支える大きなポイントであったと語っている。具体例として中山芝2200メートルのレースでスタートから 最終コーナーを回るまでずっと右足先で我慢しきってしまったことを挙げており、ルドルフの脚力も去ることながら苦しさに耐え抜くその精神力の強さに舌を巻く。同時にこの馬にそんなテクニックと根性を教え込んだシンボリ牧場のスタッフと野平調教師に敬意を感じるのであると著書で述べている。スポーツ日本の記事によるとルドルフは加速時のストライドが かなり大きかったようで、ダービー最後の直線でのルドルフは、当時のサラブレッドの平均間鋒を大きく上回る8メートル70のストライドで走っていた。参考までに、後の三冠馬ディープインパクトの喫下賞最後の直線でのストライドが7メートル54、同、オルフェーブルが7メートル32であることから、ルドルフは、加速時の飛びがかなり大きな馬であったことがわかる。ありがとうございます。